こんにちは、クラフトバンドチャンネルの夏倉です。今回は四つ畳の縁の始末の仕方を紹介します。87番目の動画で紹介したカゴを使って3種類の始末の仕方を紹介します。1番目は真下に2コマ、まっすぐ真下に2コマ斜めの部分に差し込むタイプ、次に斜めに隣のコマに斜めに差し込むタイプ、最後に斜めに差し込んでさらに1回転して下に下ろすタイプ、この3種類を紹介したいと思います。3番目の斜めに差し込んで1回転するタイプが一番強度が強いと思います。バッグなどを作るときはこれくらいくるっと1回転巻いた方が丈夫に作れるかと思います。では早速1番目の編み方から見ていきましょう。1番目の編み方は縦紐の真下に紐をまっすぐに縦に下ろして斜めの紐の部分に2本通すタイプになります。伸びている縦紐を真下に下ろして斜めの部分2コマ分斜めの部分に刺していきます。ハサミでカットするときは縦紐を引っ張りながらカットしていくと切りやすいと思います。次に2番目の始末の仕方です。この縦の紐を隣のコマの斜めの部分に斜めに差し込みます。右側の縦の紐も隣のコマに斜めに差し込みます。こんな感じで一周ぐるっと同じように差し込んでいきます。もうこのまま斜めにしてここでハサミでこの部分をカットしてしまってもいいですし、もしくはさらにこの上にここに隙間がありますので上にこう縛り上げるような感じで上に持ち上げて斜めに、さらにこんな感じで斜めの紐を真上に持ってきて斜めに、斜めになっているところの下をくぐってこんな感じで、で最後ここの部分をこう買ってもいいと思います。表から見るとこの部分をこう根元でカットするような処理の仕方でもいいと思います。次に3番目の縁の始末の仕方です。これは2番目と同じように隣の右隣の斜めの紐に差し込んでいくんですが、差し込んでからさらに斜めのところにもう1回転していきます。この紐を斜めの紐にもう一度上から差し込みます。くるりと1回転して下から紐を引っ張ってギュッと斜めの紐に結びつけるように、巻きつけるようにして紐を結んでいきます。紐が短いと差し込みにくいかもしれません。ペンチなどを使って紐を引っ張るとやりやすいです。最後は際の部分でカットします。もう一段下の斜めの部分に差し込んでもいいと思います。これはプラスのハサミです。結構どこでもコンビニでも売っているようなハサミなんですが、こちらも先端でハサミの先端で硬い紐をカットすることができるのでおすすめです。これで3種類の縁の始末の仕方の紹介を終わります。四つ畳のカゴはこの後水道などで全体を一瞬濡らしてタオルで拭いて、晴れた日なら外で乾かすとカチッと固まって形も整えます。このカゴの作り方も過去の動画で紹介していますので、そちらも参考にしてみてください。いかがでしたでしょうか。この他にも始末の仕方はいろいろあると思います。自分のやりやすい始末の仕方を見つけてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が役に立った、なるほどと思った方はグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。